夏が始まったぜ、トーピーの P でーすイエーイはーはい、ということで、ですねそこの前ちょっと感動して、なんか旅、タヴィが初めてかな、初めて一人暮らしする時に東京来た時かな、分かんないけ、ね、ど、忘れちゃったけど、感動したのに忘れた。<laughs> なんか、動く待ち合わせ場所っていう、紙袋をかぶった人が、 あの、歩いててすごい速さであ東京ってすごいミラクルな場所だなーって思ってすごい感動したんだけどその人に、なんと再会しましてたぶん初めて会ったとき新宿かな、で、また新宿にいてなんか普通にスーツ着てる多分普通の真面目そうなサラリーマンのおじさんなんだけどなんか紙袋で動く待ち合わせ場所って書いて歩いててあ もう2回見たからあこの人たまたまやってる人じゃなくてコンスタントに動く待ち合わせ場所を仕事的にやってる人だと思って調べたのそしたらなんか普通に中澤武さん作家脚本家動く待ち合わせ場所なんか普通に NHK の BS とかでドラマ化されるような脚本書いている普通にすごい人だった <laughs> 調べたらやばいおじさん、まあ、やばいおじさんではあると思うんだけどやばいおじさん なりに、ちゃんと仕事してた <laughs> はいということでね、たぶんなんだろう、これで興味持ってもらって、なんだろう、自分で CM 打ってるみたいな感覚かな、人多いところで、そのシュールなことをやるっていうね、タービンもそんぐらい攻めてあの有名に、うわ、熊ちゃん、せばしゃんきついかな。<laughs> はい、ということで、その、結構すごい人だったよということです、このあとは結構、けけっすごく可愛いい女の人が来ます、楽しみにしててくださーい。 お、はい、お送りりしておりますトーピンの P ということで早速ゲストの方に登場していただきましょうタレントの広瀬里奈さんですどうぞお邪,あお邪魔されます <laughs> はいということで早速自己紹介の方お願いしますはい大分県大分市出身のあの演技の仕事を全然してない女優の広瀬里奈です <laughs> よろしくお願いしますなかなか斬新で、ね、演技の仕事を全然してない全然してない女優女優って言ってるんですけど <laughs>、はい、もうそろそろ違うかなと思って先<ー>打ち合わせでちょっとこれタレントに変えていいですかって,って、ね、そう,そうだからタレントって言ったのに<う>自分で女優って言い始めては<う> <laughs> <laughs> でも結構言ったらそうなることって多いんで私女優なんです女優なんですっ言ったら「あこの人女優なんだ女優の仕事」うん、みたいな感じでなんかなんだ嘘じゃないけどなんか妄想とかって言っとくと本当にな,り, <laughs> 当になりますかね<う>でも結構言ってるんですよ女優女優って、うん、でも全然女優の仕事なくてあじゃあ待ち合わせ場所おじさんみたいな ここに何か女優って歩いとけば女優なんだって恥ずかしいちょっとそれそんくらいのねあれを持ってそうですねいやいやでもその女優のあれお仕事はとにかくとして結構活躍されてるみたいなんですけどもうんあの現在あのレインボータウンエムってとこでラジオのアシスタントをやらせていただいておりますねおしゃべりおじいさんのそうタマピーさんもゲストに来ていただいて。 あのなんだリッチーマンさんの番組のアシスタントをねなされてるということで結構でもなんだろう喋る量がすごいもうなだ <laughs> れのような感じで会話をしてくそうなんですもうほぼフリートークでねーすごいもう常に、うん おしゃべりだからゲストのお話ゲストさんのお話じゃなく自分のお話ばっかりしちゃうなるほどえじゃあそういうおじさんの隣にいる時のなんかポイントとしては何かあるんですかとりあえず、あのー、ちょっと話が長いなと思う時は結構あるでしょう <laughs> ありますねもう常にですねでもそういう時はやっぱこうちょっとゲストさんに、うん、こう質問したりとか、うん、<て>あじあじもうここ切っとかなきゃみたいな感じそう <laughs> いつなるほど、うん、じゃあそういう力がえそれってな何時毎週毎週ラジオは毎週金曜日にあるんですけど、うんはい、私は第3金曜日のみアシスタントさせていただいて第3金曜日のあれ19時とかでしたっけえっとね違います15時あ<え>早15時,15時じゃなんだけど37時 ですね、すみません17時から1時間の番組そうです1時間の番組でゲストさん招いて3週目の金曜日17時からあれはそニュース TREAM でね動画配信もしてるのでそうですぜひぜひラジオなのでぜひぜひしてくださいあとはあとはあの、ギャオの番組をやらせていただいておりまして携帯で見れるやつでしたっけそうです であの木下穂香の「俺に任せたろ」たスピンオフ女子のおしゃれ工房ポ<う>こういった番組なんですけど、えー、すごい楽しそう常にものづくりものづくりえな何作ってるんですかこれは,あのこれはエプロンまず私まだペ a ペ p なのでものづくりに関して<う>なのでまずは エプロンとかトートバッグ私が担当してるのはそれです、えー、でも結構家庭科で作るレベルのやつ <laughs> <ょ> <laughs> バカにバカにしてるんですけど <laughs> めっちゃ難しいですかねミシンいやミシンってこうチャーってちょっと戻してい違うい違う違う<の>プロが使うようなミシン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 なんですよ <laughs> 家庭科のミシンじゃないですよみ何が違うなんかもう足でやるんですよこう足で家庭科も足でやったえ、違う違う違う足じゃえっと…いやもう早いんですよスピードが超頑張って掘り起こってるプロのあれをスピードがそうでも私はまだペーペーなのでまだ作れるレベルのトートバッグとかエプロンとかを作ってまあレポートしたりとかなるほどで、まあベテランになると 時計を作るんですよね。え、すごい。そう。あ<の>、クダクダ何こういうこういうやつですね。腕時計、腕時計を作ってる回もあって。え、中身もってこと？いや、中身は違うんですけど、うん、その一緒に出演している方が川の教室の先生もやっていらっしゃる女優さんの方で、うん、で、そのこのなんていうんですか、ベルト？あ、レザーの部分。そう。から作って。 行ってってめちゃくちゃすごいと思って<あ> <laughs> なるほど私はまだミシン担当そう私はまだミシン担当です <laughs> えちなみになんか話聞いてるとそんな家事できないタイプですかはい、はい、家事できないタイプじゃないと思うんですけどみんなに言わせるとできないタイプだそうですじゃそれはできないタイプです自分でいくらでも他人の評価があれですからでも,でも最近作るんですよ、うん、何を昨日は <laughs> あのナスの冷ややっこみたいなやつ。うん、ああ、冷や,やの上に揚げるやつ違う。うんうん、冷ややっこの上にナスの冷ややっこ？ナスを豆腐炒めたやつをのしてご飯を食べました。うんうん、昨日ナスの冷ややっこの上にナスの炒めたやつを置いた。<laughs> <laughs> 冷たくしたいのか、あったかいのバランスなんか情緒不安定ですねそうですねそんなことないですよほんと全然意思が統一してないじゃないですか冷ややっこの上にナスを炒めたんですよそれをのしてナスの冷ややっこみたいなああ分かったなるほど豆腐がねそうそうそんな感じでまあまあまあしい間違いはない組み合わせではあるんじゃないですかね めちゃくちゃ美味しいですよちちめゃゃくちゃ美味しいです <laughs>。<laughs> はいということでですねこちらの番組ですねあのー、今日ゲストのこんな広瀬さんと、はい、ナスのね冷ややっこを作りまさんとたまぴーに質問がある方はあのー、<laughs> ツイッターの方「ハッシュたまぴーのーをつけて質問してくださったら、うん、あの質問に答えますそして抽選で1名様にあのうちらのチェキをプレゼントするのでイイぜひどうしたし応募してみてください。ということでですね ちょっと質問が来てるので、はい、なんかねお<ー>なんだろう答えにくい質問だった何, <laughs> 何それあ出てきたこんにちはたまちゃんゲストさんかむり番組タワーピノペお疲れ様ですそれでは、はい、今回の質問です、はい、もしあなたがシュラかっこ鬼になる時があるとしたらどんな時ですかそれでは番組頑張ってくださいね<え>っていうシュラって,シュラって 何なんかよく修羅場とか使うじゃないですか修羅って修羅場私も意味は分かんないんですけど多分「かっこ鬼」って書いてあることはなんかそういう鬼のように怒る時はどんな時ですかって聞きたいんだと思うちょっと難しい言葉使うからさ、えー、<laughs> 鬼のように怒る時なんか私結構怖そういや <laughs> 思うじゃないですか <laughs>、うん、あの結構、うん、怒ることが多分少ないんですよね あ自分の中でな結構、うんまあ、バカじゃないけど、うん、イラッときても、うん、すぐ忘れちゃうからあ<ー>言おうと思っても、うん、もう忘れちゃうので喧嘩とかなんない、あんまり。 ななんないんいですよニワトリってよく3歩歩くと全部忘れてほゲーってなる <laughs> それなんかちょっと <laughs> まあでもそんな感じでそうガ、うん、ーって怒ることがなくてでもそれはなんだろう効率的じゃんこれなんか怒るとすごいパワー使って、うん、使でそれで争いだからなんか結局ねなんだろう <laughs> ちょっと待った <laughs> フリーズしたよ <laughs> <laughs> んか。 すごいあの電波の悪い携帯を見なるような感覚なので私もでもあんまないでもそれは忘れてるわけではなくて、うん、我慢あ我慢でもなくてやっぱり効率悪いなんか怒ると話し合いだとうまくいくけど、うん、怒ると、はい、なんか怒りに任せて言うからあっちも「何を」みたいな <laughs> 話にならないんですよ <laughs>。 冷静にそうそう一回その冷やして普通に話すとかの方が大人ですねそう大人ですねちょっとたまみ私そうですねそうだからでもまあ忘れるってのも一つの手。そう忘れちゃうんですよでも立ちが悪いことにあのいつの日か思い出して掘り起こしてチクチクなんかこう言っちゃう感じのタイプそれは厳しいですねなんですよねそういえばあの時にそう 私のキャンディーをそうやったんだ。やったよね<ー>みたいな形で。じゃ何だろう記憶のシナな,なんか脳のシナプスとか残心なつながり方をしてす、ね。<laughs> はい、はい、ということで、はい、不思議な方なんでどんどん盛り起こしていきたいと思います。<laughs> まだまだ見ててね。は<ー>い。<laughs> はいお送りしておりましたピーのピー,ノーということで今日ゲストの広瀬里奈さんにまだまだどんどん質問していきたいと思います。はい、はい、ということで今日、はい、か結構ミス。 アースジャパン群馬大会のファスト、ファイナリスト、ファイナリスト、そうですね。あのミスアースジャパンの群馬大会のファイナリストにあのまあ、残らせていただいたんですけど、うん、そうなんですよね。あの世界四大ミスコンって言われている中の一つのミスコンで、うんうん、まあのミスコンの中でも地球アースなので地球環境をあの主に。 活動していくようなミスコンになるんですけど、ええー、あ、なんか日々の中でそういうコツコツやってることとかあるんですか？いやもう。 とりあえずポイ捨てはしないまずとりあえずポイ私もしないいやする人いるんですよ本当にいますいます確かにアキくンっぽいみたいな人いるけど大体私もじゃあミス・アス精神持ってるあそうみんな持ってるんですよでも普通の人以外はみんな持ってて本当に普通の人以外は普通いやいるんですよね本当あなるほどねポイ捨てしちゃうしちょいちょい見ますねあかむペみたいなまあそういうでも私今までボランティア活動とかしたことなくてそういうゴミ拾いの活動とか やっぱあの「このアースに残ってきたファイナリストの方ってボランティア活動している方が多かったりとかす、えー、すごいんですよあなもう本当ビジュアルも綺麗だけどももう心もカピピカカに磨かれていやちょっと衝撃を受けて、うん、でもその分あ頑張ろうと思うような大会にこう。うん 出演させていただきましたね、これは。ええ、なるほど。うん、まあ、ポイショはみんなしないけど。なるほど。<う> <laughs> え、な,なんか、やっぱりそれってビジュアルも見られるわけじゃないですか。見られます、ね。そういう大会に向けて、こう、減量的なことはするんですか。はしました。<ー>私、食べるのが大好きで、うん、あのー、すぐ顔に。ぽにょって出るんですよ。あら、ぽにょっと、体にぽにょって出てるので。私、レベル高いけど、なるほど。<laughs> でもやっぱもう比べる女の子たちって全然違くてモデル級モデル級本当とに細くてこれは負けてらんないと思って私はそのミス・アース大会の本番があるまで炭水化物を一切取らなかったですね野菜と豆腐肉う肉ばっかだけばっかだけ 声 <laughs> 力が残しいんだけど私も結構なんか今日も筋トレと有酸素運動して。え,え？めっちゃおばっじゃん <laughs> そんな体じゃねえ。っ,て言ってるようなもんだけどすごいですね結構あのやっぱ歌う時にこの辺をすごい使ってあ,あ,あのふわーってなっちゃうね、うんうん それでなんかやっぱあの有酸素したら肺活量も増えるし、うん、筋トレしたら軸ができるってことでやったりしてるんですけどすなかなか体型がなんか一回遺伝子検査っていうのをねやったんです,んですかやったんですよ。でそれでなんかまあ自分の攻略、うん、何を食べれば痩せやすいかみたいに知ろうと思ったら。うん あの脂質、炭水化物、タンパク質、うん、全部吸収めっちゃするよって <laughs> <laughs> 一番美味しいやつじゃないですか,そかそれ、まあ、生き物としては正解なんですよ少ない食料で効率よく生きていられるとかすごいあのなんか災害が起こって食料少ない時に最後まで生きてるタイプだけど、うん、今の時代いら,ねーわ <laughs> いらない、もう太っちゃう一方ですもんね。 ちゃゃんとそうやってやっっててたたた。ら痩痩せせましたああもう今はちょっと、まあ、気が緩んでるのかしんないんですけどチョコレート大好きなのでああチョコレートちょこちょこ食べてちょこちょこ食べてああまあちょっとぷにょっとしてる感じになるんですけどああま,あまだジムとかまた行ってやっぱ引き締めないと日々。 すごいでもやっぱそういう大会出たらまあさらに意識高くなりますもんね。エントリーだけしようかなじゃあしてみてください <laughs> 本当にちょっと出たというやつで、ね、そう記録に残りますから記録に <laughs> あとはなんだあとは私そうですねあの。 あそう金スマの言われて思い、あそうあそうやっぱ金スマ金スマ赤赤赤服赤服ね赤の女の子のやってるんですけども100人いるので皆さんぜひ金スマ金曜日の9時に100名の中から私を探していただけると嬉しいです。結構ウォーリーを探せのみのねいやもう本当に難易度ちょいちょいいいとこにいたりするんです。いますねあの見て。 とととちゃんと見てるわかります<ー>でもサボるとわかんない 1>, <laughs> 1時間ちゃんと見ないといけないとピーキンスマスそんな <laughs> サボるととか言われる感じで見てる人なかなか珍しいですねみんな結構ご飯食べながら「<う>あーいい番組だ」くらいに見てるそう,う見ないとよかった <laughs> どうぞ広瀬さんがチェックできるということでね、はい、大きなあくびをしてるかどうかもう怒られますそんなことしてたらもう本当に。に <laughs> でもなんかなんだろううう <laughs> みたいななんかなんあれって本当にこうなんですかちょっといやもう足を組むんですけど、うん、もう骨盤ひね曲がりますあんなのそうですね本当にやっちゃいけないやつそう もう大変ですよ戻すのに大変でやっぱこうスタジオってあったかいじゃないですかあそうな睡魔を襲うんですよ睡魔が目つぶってここに書いてあっ睡魔が襲ってきてもう自分との足常にこうつねって目を覚ましてみんないろいろ苦労してます女の子か。 結構あのー、番組自体がドキュメンタリー系じゃないですかそれ聞くと赤福ドキュメンタリーを1時間1回やってほしい気がする <laughs> いやすごいですよ、本当にもうスタジオは、うん、あスタジオというか控え室入ってからの、うんまあ、女の子だからもう女の子の香りしかしてない。 いい香りがしてもうみんな常に鏡とにらめっこああ、やっぱりでもやっぱりちょっとでも綺麗に映りたいんだもちろんみんなですよねやっぱ何だろうある程度選ばれてきてる人だからみんな綺麗だからそうですねやっぱみんな負けないように女の子なので頑張ってますねなるほどということでね頑張ってる女の子に質問が来てますね 夏ですね夏ですね今週は七夕ですが、うん、七夕であーそっかそうお二人は願い事ってありますかへえ願い事そう年一の願い事ですよ大切なえっと私あのまあ一人で旅することが好きなんですけど、うん、友達いないいやいるよいるよ <laughs> いるよ, <laughs> いるよ <laughs> いるけど、一人の方が気が楽じゃないですか。まあね。そう、で、一人であのよく。ポンポンって移動して、旅行するんですけど。あの海外に行きたくて。私。それも仕事で行きたいんですよ。あ、わかる。レポーターとかの仕事が、あのしたくて。テレビの金で。そう、外に行きたい。それを今年はちょっと七夕に願いを書こうかな。 あでもそれ私もめっちゃ思う思いますよね第二外国語大学の時にスペイン語をやっててそう「オラ」って「オーってどうと「オハ」みたいなまあ挨拶たけどあいさか語音が言葉に似てるから「オハ」にされても普通に「こんにちは」って教科書には書いて「オハ」とは書いてなかった「オラメジャモトロピー」みたいなオラメジャポ」「メジャモ」「メジャモ」「ヒロセ みたいな感じですか <laughs> 最後疑問キロセキだよ難しいですね<う>ちょっと語学でも <laughs> <laughs> でもそう憧れて憧れて街並みもそのダンスフラメンコとかも歌もなんかすごい情熱的なとこも大好きだったけどめっちゃ金かかって卒業旅行行ってる人は行ったんだけどなんかその時に私はもう東京行こうって思って資金を貯めてたから行けなくて広島しか行けなくてだからそう番組の金で旅行に行きたいそんなさあの気軽な気持ちでは言ってないけどなんかそれをきっかけに知りたいっていう。 とにそれはずっっ思てます私やっぱお仕事でいけるのが夢夢じゃないけど目標かなって確かに最初女優女優言ってたのに結局願うところタレント業したいですよね本当にちょっと女優じゃなくなってきちゃってるんですけどまあそういうこともありますよねありますねいろんな夢がある方がね人生楽しいですからなるほどということでねはいササでちゃんと飾ってます飾ってないです なじゃあ叶わなないもんに飾らないとかなわないんですかねこう。うんうん、っていうかある程度ちゃんとうってやんないとリフメもヒコバシもそんな暇じゃないそっか頑張っていこう <laughs> <laughs> 頑張ります <laughs> はいお送りしておりますタムピーのピーということでラストターン告知をお願いしますはいあの私ツイッターやってるので、うん、ぜひツイッターでヒロセリナって言って検索していただくとまあラジオの 情報だったり、そのギャオの番組の情報だったりっていうのを上げてるので、うん、ぜひぜひあのチェックよろしくお願いします。お願いします。いつかね、レーザー製品作れるまで見守っててください。はい、<laughs> 本当に <laughs> 頑張ります。<laughs> はい、そしてそしてタウンピーの方は、はい、まずはですね、はい、まあ何回もお伝えしてるんですけど、4月の7日に CD が発売されました。 ありがとうございます。六<え>月な日 <laughs> <laughs> 全然違うじゃないですか。六月な日でそんな昔に C D 発売してない。えー、そうということでね、あの全国の C D ショップの方で購入できるのとあとアマゾンとかね、ネットの方であんまり外に出ないタイプの人は日差しに弱いタイプの人はアマゾンとかのネットの方で予約お願いします。<laughs> す<い>そう C D デビュー、C D デビュー全国で売られるんですもんね。そうなんですよ。えすごいですね。そうねチェックしよう。 たま、たまの、たま、たまのピー。ピー <laughs> え、たまピーで出てるんですもんね。<ビ> <laughs> たまピーで。そう<が>ですね。お願いします。はい、そしてですね。七月の二十六日水曜日。押上げ四姉妹のサロンドワロスという番組をこちらワロップの方で。これはね、公開番組でやっております。イェイ。イェイえー、十八時から十九時の番組で。こちらあの終わった後にアフターライブ、あの会場限定の。 会場に来ないと見れないライブがありますので、ぜひぜひ。会場に来て、てね、そうそう、うん、こことはまた違って、なんか客席のある。え、スタジオがあるんですよ。これは向こうにお客さんがいるってことですか。そう、こっちで。そうじゃないけど、ステージあってみたいな。そう、ワープ何個かあって、すごいです、ね。そうちの公開の方でやりますので、ぜひお仕上げに遊びに来てください。ぜひ,ぜひ、よろしくお願いします。 で、ね、その時にあのはい、はい、アクトドールズさんっていう、うん、最近デビューしたあのー、アイドルさんアイドルユニットさんがいるんですけどはいそちらの方が次回の7月18日の「たワピー、P、の美」でゲストで来てくださりますイーイ <laughs> <laughs> な何だろう私も結構なんか人と言ばかりしたけど、うん、んライブ2回とかしかやってないまだ、うん、本当に新人の方なんですよ、うん、な何だろうその人たちの透明感の凄さね えー、なん広瀬さんもある程度から出来上がってるからなんで出来上がってないですよ何も,何, <laughs> 何も知らないまだ純粋ピアピアそうピュアということで,ううことで今日はゲスト来てくれて、はい、ありがとうございますしたありがとうございました